1977年 FC 町田の前身となる少年サッカーチームが結成をされました。やがて町田は静岡の清水と並んで少年サッカーが盛んな町、多くのサッカー少年がこの町から育ちました。1989年トップチーム結成、その後東京都4部リーグから参戦し、一つ一つ階段を上がってきました。2012年初の J リーグ参戦も JFL への降格、 J3 での戦い、幾多の困難もありましたが、それを乗り越え、いよいよ悲願の日本サッカー最高峰 J1 の舞台へ。多くの先人たちの苦労や尽力の末に掴んだ新たな舞台での戦いの幕が開けます。ゴールキーパーは谷です。ディフェンスラインですけれども、鈴木、そしてドレシェビッチとチャン・ミンギュというセンターバックのコンビ、左が林です。中盤ですけれども、中2枚柴戸と仙頭、そして右がバスケス・バイロン、左が平川、前線にはオセフンとナサンホという、こういったメンバーになります。一方のアウェーのガンバ大阪です。ゴールキーパーは一森、そしてディフェンスラインは半田、三浦、中谷、黒川、ダブルボランチでダワンと鈴木徳馬、2列目は岸本、ファーラーの両ワイド、トップ下が山田浩太、前線には坂本伊佐という、こういったメンバーになります。サブのメンバーはご覧の通りです。さあ、バンドさん、改めてになりますけれども、はい、ゲームの立ち上がり、どのあたり注目してご覧になっていきますか。まあ、ホームの町田としては、やはりまず先制点取りたいと思いますし、はい、まあ、こういうふうにゴール前ですね。ダサンホからいきなりクロス入ってシュート、惜しくもサイドネットという形ですけど、いや、ワンタッチありました、はい、一つここは先頭が前線に入ってきてという形でしたが、コーナーキックです。いきなりクロスからのチャンスでしたね。ですね。まあ、ここでしっかりクロスを上げ切ると、うん、そしてシュートまで行くというところがね、やはり素晴らしいと思いますし、はい、高い位置でダウンが行ってボールを奪った。そして岸本、うん、しかし2人で行きますが、ここは取られない。ダウンが倒れていますが、そのままプレーオンです。平川から縦へのボール、これがナサンホへ、ナサンホからのクロスです。これブロック、中谷に寄せてきてついていました。ハンドを要求していますが、VAR チェック中です。ハンドの可能性があるということで、手には当たっていましたけれども、あ、このオンフィールドレビューします。手もこのついてるわけじゃないですからね、はい、体の方にね。チャッチハンダーもちろん主審が決めますが、もう PK です。ハンドで PK、 決めた、触りました、ゴールイン。記念すべき FC 町田ゼルビア J1 初ゴール、 PK、 鈴木純也、歴史に名を刻みました。そしてスタッフの元へ、チームみんなが抱き合います。まあ、少し PK を見守る黒田監督もね、はい、少し緊張してましたね、うん、息が荒かったですからね。真ん中蹴っていきましたね、まあ、思い切って真ん中でしたね。まあ、一森選手も、まあ、少し体も手も残したんですけど、開始17分のゴールです。まあ、ガンバとしてはもう本当に切り替えて、まあ、悪くはないと思うので、うん、さあ、そして抜けていてシュート、これ谷のセーブという形になりました。早速失点の後チャンスを作りました。ガンバ、バスケツアイロンから、そして柴戸海、柴戸からバスケツアイロン、右上がっているのは鈴木だ。さあ、中4枚青いシャツ、クロスが入る、ファーサイドは平川の折り返し、オセフブロック、そしてバスケツアイロン、枠の外でした。平川対半田、平川かわす、ここでクロスが入る、優奈が触りました。高川があったところ、オセフン、またオセフンマイボール、そしてバスケスバイロン、鈴木のシュートが強烈、ここはセーブです。一森のセーブ、ミドル狙っていきました。鈴木、ガンバ大阪は今3枚準備をしています。ファーラーノ運んでいく、ファーラーノまだ持っていく、ファーラーノから岸本へ抜けてシュートだ、惜しくも枠の左でした。決定機わずかに左、まあ、素晴らしかったですね。ここで坂本選手がしっかりキープして、ファーラーノ選手がドリブルドリブルと、そして岸本選手が外側から中側に入ってきて、ちょっと逆に狙いすぎましたかね、はい、ただいい攻撃だったと思います、うん、今日一番の攻撃でしたね。そうですね。
先頭イエローが出ました。2枚目退場です。少し危険なプレー、足高く上げてというような形だったかと思いますけれども、これが2枚目のイエローの対象になりました。ファーラーロ中に運んでいきながら、デタラビーからそして、ずっとこの落とし、山田のシュートですが枠の外。まあ、近づいてきましたね、ゴールに対して。さあ山田ターンをして前を向く、倒れる、ファール、いい位置でのフリーキックになります、ガンバ大阪です。宇佐美がボールのところ、宇佐美、いやー、すごいすごい、壁の上、いや、これや、直接決めました。宇佐美、キャプテンの宇佐美が同点だ。いやー、この雰囲気でしたね。やはりというか、もうこれをやっぱ決められる選手って日本の中でそう多くいないと思いますよ、はい。さあ、そしてコーナーキック、ショートコーナー使ってきました。ファーラーノへ、ファーラーノからニアへのボール、ここは跳ね返しました、持ち抜き、そして倉田のシュートはディフレクトする、ナイスキーパー、そして山田だ、山田中に持っていってるシュート、これブロック耐えます。いやー、このブロックですね、はい、ちょっと中に入れられません。あ、こう間を通して山田スイッチをする、ネタラビから宇佐美、宇佐美のシュート、ナイスキーパー、谷まだあります。ファーラーノ、ちょっと下げたボールですが、そしてここで長い笛が吹かれました。結局は勝ち点1を分け合った格好です。先制は FC 町田ゼルビア、まあ、その後1人少なくなりました町田、まあ、ガンバ大阪は宇佐美フリーキック見事に直接沈めました。その後も攻め立てましたけども、結局追加点はなく1対1引き分けという結果です。